空位となった日本ミニマム級王座をかけ頂上決戦に挑んだプロボクサー中島達郎27歳。高校を中退し働いていた19歳の頃、周りの友達が進路を決める中、自分も何か熱くなれるものが欲しいと小学生の時に少しだけ習ったボクシングを本格的にスタートさせました。どんどんのめり込んで21歳でプロデビュー。戦績は14戦11勝で、うち7試合は KO 勝利という強さを誇ります。ボクシング人生の大一番だと思っているので、その集大成を見せれるような試合を全力尽くして出して勝ちたいと思います。試合の使い方もないと見上がらない、今回の大会にはもう一つ負けられない理由がありました。平中ボクシングスクールジムのチーフトレーナー前田康弘さん。前田コーチは結構僕ボクシング始めたばっかりの時見てもらったり、結構昔から あのよく見てもらってトレーナーなので、スーパーで買い食いして、ね、練習もせずに遊んでた、ね、クソガキがまさか、ね、日本タイトルという大きな舞台に立つことができて、ね、それに、ね、向かってまた一生懸命頑張ってる姿を見るなんてね、夢にも思いませんでしたね。実は前田さん、一昨年の10月に脳一血で倒れ緊急手術を行いました。脳一血とは脳の中に血液が溢れ出ることで、一般に脳出血のことを指します。幸い命に別状はなかったものの、左半身に麻痺が残りました。前田コーチ病気で倒れてしまって、やっぱまだ腕だったり麻痺が残ってたりするんですけど、それをちょっと少しでも良くなれればいいように、ちょっといい報告っていうかいい結果で終わらせて良くなるようにちょっと勇気づけたいと思います。チリベルト取りますよで美味しいビールをいただきたいです、はい、コンディション一応バッチリで、もう今日に向けてやってきたんで、もうバッチリです。気持ちはもうそうですね、もう出すだけなんで、あとはもうやってきたこと全部ぶつけて取りに行きます、はい、対戦相手はアマチュア時代に57戦56勝、プロ6戦無敗で日本ミニマム級1位の強豪重岡銀次郎。久しぶりにセコンドに入る前田さんの前でベルトへの挑戦が始まります。赤いグローブの中島と青いグローブの重岡、前半から少しずつ攻勢を強める中島は相手のパンチを読みつつ着実にダメージを蓄積させます。右出そう、右集中、半分で。しかしここまでプロ無敗で5つの KO を見せてきたハードパンチャー重岡にラッシュを食らい、その流れでまぶたをカット。重岡に火をつけた中島、動きを封じられペースを渡します。それでも第5ラウンド、相手の勢いをそぐ値千金の右ストレート、強豪重岡がふらつきます。しかし完全に倒しに来る重岡のパンチが幾度となく中島を捉え劣勢に。ジャブだよ、ジャブだよ、テクニカルなカウンターが炸裂しダメージを受けますが、中島は食らいつきました。一度もダウンを奪われることなく最終10ラウンドまで戦い抜いた中島。
ある程度でも形できたから良かったです。ちょっとみんな諦めないです。世界チャンピオンになってでもおかしくない重岡選手にこれだけの試合ができて、まあ膝がクッとも言わせた感覚もありましたし、まあ全然、まあ、戦えないことはない。また次機会があれば今度はリベンジできるっていう自信につながった試合でしたね、はい、さっきちょっとレフリーの方の方が一言伺ったんですけど、重岡がやばかったと。重岡選手にあれ言わせたら大したもんだって。でも勝ち勝ったですねあ、まあ、うん、本当にお疲れ様と、うんうん、達郎には、うん、もうそれしかないです。